Need for Speed Hot Pursuit は、クライテリオンゲームズが開発し、エレクトロニックアーツが2010年12月9日から発売しているレースゲーム。プレイヤーは警察かレーサーかを選択してゲームを進めることができる。クリアするごとに点数で評価されるシステムを採用している。名誉、優秀、合格の3段階で評価される。 合格を下回った場合は失敗。ゴールド、シルバー、ブロンズの3段階で評価される。複数台で競うモードでは、基本的に1位がゴールド、2位がシルバー、3位がブロンズとなる。4位以下は失敗。インターネットを介して、他のプレイヤーと対戦、協力プレイができるモード。最大8人まで、同時プレイ可能。 車両の速度レベルを選ぶことができる。コースはランダムに選択される。リマスター版では PS4、Xbox One、PC、Nintendo Switch 間でのクロスプレイに対応しており、それ以外のバージョンは同一プラットフォーム間でのみ、オンライン対戦が可能キャリアを進めていくと4つの機能が使用でき、さらに使用回数を重ねることで装備レベルが上がる。 イベントごとに使用回数は固定されている。ジャガー XK クーペウィー版、iOS 版には収録されていない車もある。従来通り、レースミュージックと、警察追跡 BGM に分かれている。レースミュージックはリズミカルな曲が、比較的多い。30セカンズ2マーズ、エッジオブザースバッドレリジョン、ザレジストスタンス、ベニーベナッシュフィーチャリング、ガリーゴ チネマブラックレベルモーターサイクルクラブ、コンシエンスキラーチリーバン、オポジットオブアダルツデッドマウコフィーチャリングソフィー、ソフィーニーズ、エーラダードーズイットオフェンドユー、イェイ、オールザセームフューネラルパーティー、ジャイアントソンググリーンズキーパーズ、ライブライクユーアナライブ波動拳ボンショックキラーケラゲット、エーライズクラクションズ、エッコーズクラクションズ、ツインフレームズ、 ラジーフィーチャリングデッドバイエイプリルストロンガー。レモネード、ビッグ・ウィーク・エンド、ルーペ・フィアスコフィーチャリング、マシュー・サントス、シャイニング・ダウン・マキシマム・バルーンフィーチャリング、セオフィラス・ロンドン、グルーブ・メ・ MIA、ボーン・フリー・ニュー・ポリティックス・イェイエイェイイェイ・ペンデュラム、ウォーター・カラー・パイント・ショット・ライオット、マッシング・フロム・ユー・プラン・ B、ステイ・トゥー・ロング・テディー・ベアーズ、デビルズ・ミュージック、トラビー・マッコイ、 スーパーバッド・ウィーハブ・バンド、ディバイシェブ・ホワイト・ライズ、ビガー・ザ・ア・ス・ウィーザー、ルーリング・メ2017年2月現在、8つの、DLC が、ダウンロードが可能である。クライテリオンによって生まれ変わる、Need for Speed Hot p ー w r Suit を徹底チェック4、ゲーマー・ハット、E32010 パトカーと、不法レーサーの悪なき戦いを描く、Need for Speed Hot p ー w r Suit は、 友達の輪を大切にするオートログ機能が絶妙4、ゲーマー。ハット EA、NFS ホットパースートの DLC 配信を、本日から開始4、ゲーマーハット。Need for Speed ホットパースートの体験版が2週間で200万、ダウンロードを達成4、ゲーマー。ありがとうございます。